こんにちは、アルです。さあ、ある少年の絵日記を見ていきましょう。今回はやばいですよ。じゃじゃーん。11月20日、飛べないホタル。5時間目に映画を見ました。羽が縮れてうまく飛べないホタルのお話でした。僕は寝ていたけど <laughs>、友だが最後は飛べないと押しました。 もう先生怒ってますね、これ。絵本があるから、今度読んでごらん。<laughs> 見てねえんじゃんっていうね。<laughs> こう、正直言うとね、僕は寝ていたけどって <laughs>。いや、これね、かわいそうな多分お話だと思うんですよ。その、羽が縮れてしまって、止めないホタルがいて、それを、ああだ、ん ああ、どこだみたいなね、話だと思うんですけど、寝ちゃった。<laughs> 僕は寝ていたけど、友だが、これ多分友達ってことですね。友達が最後は飛べない。まあ、結局飛べなかったよと教えてくれましたっていう意味なんですよ。うん。友だっていう人おらんかったもんね。多分友達ですね。いやー、もうね、不真面目ですよね。それを日記で書いちゃった。先生にも怒られるし <laughs>。 うんまだね、一年生なんで、後先考えずに、思ったこと、感じたこと、やったことを、そのまま書いてあるみたいですね。えー、し、今日も,もう一個いくか。じゃじゃーん。これ何日だ ?11 月30日。みーりっこ祭り、えー。土曜日にみーりっこ祭りがありました。前の日に準備をしました。お化け屋敷に入るところで音楽が鳴った。終わり <laughs> なんだこれ <laughs> 残念だったね。もっと早くから並んだら入れたかも。うん。これはね、僕が行ってた小学校のなんか文化祭というか、そんな感じのやつで、えー、各クラスでね、出し物をして、それをみんなでいろんなお店に行くっていう、ほんと文化祭ですね。そういえば。文化祭みたいなやつがあったんですけど、うーん、まあ、ミリ、ミリ小学校ですよね。簡単に言うとね。で、前の日に準備をしました。1 <laughs> 日で間に合うんじゃ。 でね、お化け屋敷がすごい人気なんですよ、やっぱり。で、しかもこれはね、教室じゃなくて、確か図書室とかそういう大きい部屋を、まあ、どっかのクラス、1クラスだけが借りれて、そこでやって、ね、結構ね、並ぶんですけれども、やっぱりね、並んでたらもう、終わりの時間になって、音楽が鳴って、終わっちゃいましたよっていう、日記ですね。うん、終わり。なんだこの星は。<laughs> キラキラキラン。 っていう感じですね。うん。こっちがやばいな。<laughs> 5時間目に映画を見ましたって。見てないもんね。<laughs> 僕は寝ていたけどか。という感じでね。なんか、こ、こっからいろんな僕が思ってることとかをそのまま書いてくるようになるんで、だんだんカオスになっていきます。<laughs> ありがとうございます。じゃあまた見てやってください。じゃあねー。バイバーイ。